金像岩両天神鉄鉾右は全紙、左は部分図金像岩両天神鉄鉾は愛媛県今治市の宗教法人、大山住神社が所有する鉾。五世紀の製作とされ、伝製品として、その健全な用紙は他に類を見ず、日本国の重要文化財に指定されている。 ほこちょう 49.5cm、左右の逆座しートル、36.0cm、センチ 4.1cm、逆座しの長は、上座しの間が 6.7cm、下座しの間が 9.4cm、がらちょう 293.0cm。ほこみは、鉄製で、中央にしのぎを作り、くもとの一部を除き肉をそぎ落とした、断面両形状となる形状をしている。 穂の下には塩首、袋穂がつく。穂の左右に逆差しがつき、上下に対し、中央に四つの小紙がつき、小袋のところで接合する。塩首近くの穂元に雲門と側面に、唐草分、小袋に、車十字型と肘分の金像岩がそれぞれ施されている。柄は、藤の鶴が巻きついた月の自然記がそのまま使用されている。大山住神社は、 古来第三席を穂古大明神とも言われ、また、同社祭人である、大山積神の孫が、穂古大明神とも言われているともされ、本、穂古がそのお玉城として、穂古神とも、天坂穂とも考えられていたとされる。古事記に記載される、大和武が統制に際して、慶光天皇から歌視された、日平木のやひろ穂も、本穂古のような形状をした穂古を示すものと、考えられている。 鉄鉾は朝鮮半島南部から近畿付近までの地域で出土されているが、伝製品として、上代の鉄鉾が、鉾み柄ともに、健全な状態で現存することは、本鉾以外に他に類を見ない。文化財保護委員会は、本、鉾が持つ文化財としての価値を鑑み、1966年6月11日に文化財保護法、 第27条第1項の規定により重要文化財に指定した。鉄保護団体としては唯一の指定である。大山鼠神社本殿本保護は5世紀の制作とされるが、制作者、制作場所、制作時期の詳細は不明である。大山鼠神社の社記では、神宮皇后による参観征伐の際に祭祀の落ちたい領教が本。 保護を先頭にしていつ島まで出陣したとあり、上代の時期から同社が所有していたと伝わっていたことが見受けられる。現在、同社所有の文化財の多くは、同社内の宝物館に保管、公開されているが、本保護は、他の文化財とは異なり中世以来同社本殿に、新法として安置されている。ありがとうございます。